こんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ本日皆様にお届けしたい動画の内容は、ヒールサイドターンでガカガカガカってなりませんかっていうお話を、ならないようにするにはどうしたらいいかっていうふうに解説していきたいと思います。まずヒールサイドターンでガガガってなるってこんな感じですよねって、僕もガガガってなる滑りで滑ってみたいと思います。最後のヒールサイドターンの最後のは結構ガッ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 っていう感じがしました。でこのまま同じバーンですけれども、ガッガッガッってならないようにちょっと気にしてみたいと思います。ありがとうございます。2回目の方がエッジングがしっかり雪面を捉えてる感じがして、雪面がボコボコしてるので多少グラグラはするんですけれども、それによってエッジが外れそうっていう感じはほとんどないんですね。1回目のはなんとかエッジに乗ってるんだけど、ちょっと雪面状況によったら危ねっていう風にバランスごと崩しそうだなという風に感じました。もう1回ガガガの滑りをやってみて理由を解説します。お気づきになった方はいらっしゃいますでしょうか。正解はですね、ガガガってなってる時にはかかとに体重をかけて滑ろう、かかとに乗って滑ろうって思ってる時です。でガガガってならなかった、2回目に安定して滑れたなっていう時はハイバックにきちんと働きかけよう、ハイバックに乗ろうって思って滑ってみた感じです。このかかとに乗ろうとするよりもハイバックの方がいいですよって先日レッスンハウトゥーで皆さんにインフォメーションさせていただきましたけれども、これがヒールサイドのカービングのガカガカガっていう風に、ヒールサイドターン後半にエッジがうまく噛まない、ちょっとエッジがこう段階的にずれるというか雪面の影響を受けるっていう一番大きな原因になるんです。ぜひともカービングしている人はかかとじゃなくって、かかとももちろん使っていいんだけれども、ふくらはぎハイバックで働きかけるようにしてあげてください。そうするとエッジングっていうものがものすごく強く入るようになるので、安定感っていうのが増していくから雪面のボコボコに負けなくなっていくんですね。よし、最後はハイバックに意識してみます。ハイバックやっと安定します。さあいかがでしたでしょうか。ヒールサイドエッジにいるときはかかとにいる、僕今ね、今はちょっとかかとにいる感じです。弱いエッジングだったらかかとなんだけど、強くしようと思ったらやっぱりふくらはぎってなると強いエッジングになっていく、板がより立っていくっていう風にこの辺変わっていくので、先日の動画もそうですけれども、今日のヒールサイドもガガガってならないようにするためにはっていうのも含めて、ヒールサイド側はかかとじゃなくてハイバックにうまく働きかけてあげましょうというのがヒールサイド攻略の第一歩となります。ぜひともその辺意識してみてください。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。